の許せない戦いが続くこのコンペティション、歓喜の瞬間を目指して選手サポーター一丸となってこの戦いに臨みます。本日のゲームはイーストロールスタジアムで行われます。この時間はセルティック対サントス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天候の確認です、現地の天気は晴れていますね。両陣営向上、振り抜いたノイアー、いやー今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたよね。サントス、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。セルティックヘッドだ、先制、セルティック早速決めてきます。いやいきなりですよ。アントニーチェックを受けていましたがしっかり決めてきました。いや寄せられてましたけどしっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。さあサントス、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、はい、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので集中しなければいけないですよね。そうですね。ここはファールを取られます。早くもカードをもらってしまいます。メッシからロナウジーニョ、ロナウジーニョからロベルト・カルロス、ロベルト・カルロス、オフェンスでも貢献度の高いサイドバックです。抜けてくる、これは合いません。さあカウンターを仕掛けます。ケイン、ゴール、強烈シュート決まりました。決められてから北澤さん、またすぐでしたね。短い時間でよく追いつきましたよね。このままリードまで持ってきたいですよね。ボールを奪ってからの一連の流れ、素晴らしいフィニッシュでした。いや動き出しのタイミングもバッチリでいい崩しでしたよね。ディフェンスとしてはあれはちょっと対応できないですよね。サントス、ここで追いつきました。いやこの短い時間でよく取り返しましたよね、はい、このまま流れに乗って一気に逆転したいですよね。シュート、いい反応、右サイドへ振ってスルーパスを狙う、いいボール入りますよ。抜けてくる、ロベルト・カルロス、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。ここは繋がりません。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。さあ一気にカウンター、メッシ自分で行く、マケレレのディフェンス、さあ右へ預けてボールを奪いに行きます、戻します。さあ裏を狙って行きましたがこれは通りませんでした。メッシいいボール出たんですけどね。メッシからロナウジーニョ、ロナウジーニョ、デイビスから右へ、メッシからファンニッセルロイ、デイビスから左サイド、トロサール、このボールをカットします。メッシいいでしょ、ポジション切り替え、
ハリーケイン、ハリーケイン打っていった。ファンニステルロイからアーチのようなパス、ケインから右サイド、ボールはメッシへ、ロベルト・カルロスから大きく前線フィード、アントニーへ、あっとさあ来たか、さあアントニー来た、おっとハンド、枠には行っています。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。今日はコーナーキックから先制点を挙げています。さあどこを狙うか、このボールは流れてしまいます。これは直接ラインを割ってしまいました。ベリンガム、ベリンガムから右へ、さあ左へ預けて、ロベルト・カルロス、前半の41分を回りました。さあ左サイドへ、おお、これいいでしょう。中心ファールを取りました。これは大事にしたいフリーキック、ゴール前いいボール入ればチャンスになりますよね。難しかったか、ここにメッシ、フライ出るか、ファンディステルローイのボール、セカンド拾えるか、パスでつないで攻め込んでいきます。さあカウンターのチャンスになります。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。セルティックとしては前半から積極的に攻撃してましたし、シュートの数も多かったですよね。ただ失点もあるので、今の攻め方プラス守備の面では何か工夫が必要でしょうね。セルティック対サントス、前半は1対1の同点で終了しています。さあ後半です。セルティックとしてはだいぶ押してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね、ケインから左サイド、シュート、中央フリーでした。いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。果敢なディフェンス、カリル・クリバリ、さあ左へ預けて、裏を狙う、遠いボールでしょ、いやー合わないか、いやー少しいい形になりかけたんですけどね。これはカゼミーロから左へ、うまいですね、抜けてくる、これはファールの判定、イエローカードです。バラン、デイビス、裏へのスルーパス、抜けてくる、いいプレッシャーです。
から持っていく。どうだ、ロナウジーニョに渡る。さあアントニー、アントニー、うわー、いやー、勝ち越せー、セルティック。後半いきなり決めます。アントニー今日2点目です。さあセルティック、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。スペースへ、これは合いません。アンギサからロナウジーニョ。サントスカウンターを仕掛けます。スペースを狙う、いいボールですね。トロサール、テレール、ここは一旦バックパス。このボールに触ります。さあアントニー、メッシ、おっとオフサイドです。セルティックはここで1回目の選手交代です。アンギサが今日のゲームはカード1枚もらってますからね。ガシージャス飛び出しての対応です。メッシから左サイド、マズラウィ、ここはカットします。絶好の位置、決まった、追加点、セルティック。これで差は2ゴールになりました。素晴らしいタッチからゴールにつなげてきました。いいシュートでした。そうですね、トラップからシュートまでの流れをイメージできてます。頭、ボールを奪ってしっかりフィニッシュまで持ち込んでいきました。積極的に前からプレスをかけていったことによってこういったチャンスが生まれてくるんですよね。攻撃を生むための守備っていうのができてますよね。